バンドのロゴエマーソン・レイク・パーマーは、キース・エーマーソン、クレック・レイク、カール・パーマーの3名により、1970年に結成されたイギリスのプログレッシブ・ロック・バンド。英語圏を中心に、エルプと略称されることもある。天才的キーボードプレイヤーと言われたキース・エーマーソンが結成したロックトリオ。各人がそれ以前のバンド活動で、すでに名声を得ていたことで、 スーパーグループと呼ばれた。活動のピークは結成時から1974年と言われている。この間に4作のスタジオ録音アルバムと2作のライブアルバムを発表し、そのすべてが母国イギリスのヒットチャートのトップ5圏内に入り、アメリカではトップ20圏内に入っている。1972年には来日も果たし、後楽園球場で 約3万5千人を集めたコンサートを行っている。クラシックを取り入れたユニークな音楽性と演奏スタイルが支持されて、プログレッシブロックの代表的なバンドとして人気があり、キング・クリムゾン、ピンク・フロイド、イエスとともに、プログレッシブロック4天皇、あるいは、ジェネシスを加えて、プログレッシブロック5大バンドとされている。レイクが亡くなったことで、存命者は、 カール・パーマーのみとなっている。なお、コージー・パウエルも1998年に死去している。ザナイスを率いていたキース・エマーソンは、他のメンバーの力量に不満を抱くようになり、新しいバンドの可能性を模索し始めた。一方、1969年、イギリスで、キング・クリムゾンが、アルバムの、クリムゾン・キングの宮殿でデビューした。このアルバムで、ベースとボーカルを担当したのが、 グレッグレイクであった。1969年ぐれ、レイクは、キング・クリムゾンのアメリカ公演中のフィルモア・イーストで、ザナイスと共演する機会があり、この時、エマーソンと意気投合した。この頃、レイクは、エマーソンか、ジミ・ヘンドリックスのいずれかとバンドを組みたいと考えていた。1970年の2月に意見を交換し始め、お互いに、現在のバンドを離脱し、 新しいバンドを結成する計画を進めた。同年4月、当時アトミックルースターにいたカール・パーマーがドラムスにスカウトされ、3人の人用が整った。レイクは、モーグシンセサイザーの導入をエマーソンに提案し、彼らの音楽的個性の結実につながることとなる。当初、バンド名をトライトンにするというアイデアもあったが、結局、3人のファミリーネームを並べた。 エマーソン・レイク・アンド・パーマーとなり、1970年6月に結成が公表される。3社ともすでに知名度と人気を獲得していたため、デビュー当時からマスコミも注目し、スーパーグループと呼ばれていた。カナダ・トロントにてエルプは、バルト・オク・ベーラーのアレグロ・バルバロ、ムソルグスキーの展覧会のエア・チャイコフスキーのクルミ割り人形、アルベルト・ヒナステラの ピアノ競争曲第1番、そしてエマーソン・レイク・パウエルとして再結成した時には、ホルストの惑星などクラシック曲をロックにアレンジしている。このコンセプトはエマーソンがエルプ結成以前に在籍していたザ・ナイスで行ってきたものであり、エルプでも大きなテーマとして引き継がれている。しかしながら、バルトークのアレグロ・バルバロをアレンジした曲未開人などでは、 オリジナル曲の曲名や作曲者名を表記せず、その他にも多くのクラシック音楽を無記名で断片的に取り入れていることが、楽曲の権利者との問題になったこともある。一方では、ホーダウン、庶民のファンファーレの原曲の作曲者であるアーロン・コープランドとのように、エルプと良好な関係を持つ人物もいる。エルプのバンド構成は、キーボード、ベース、ボーカル、ドラムの、 いわゆるキーボードトリオである。従来のロックサウンドには、ギタリストは欠かせないものであったが、このバンドの構成の場合は、ギターサウンドはない。これが稽古な例である理由として、ロックギターの歪んだ音によって得られる、破壊的パワーが出しにくいこと、そして、キーボードプレイヤーはその扱う楽器の構造上、どうしてもステージを自由に動き回れず、演奏するときうつむく姿勢にならざるを得ないため、 ロックにとって重要な要素であるパフォーマンスに関する制約が大きいという点が挙げられる。キーボードのエマーソンはこの点を克服することができた。ハモンドオルガンではセカンドまたはサードパーカッションを入れて攻撃的な音を出し、モーグシンセサイザーの音色の訴求力をも活用した。エマーソンは C-3 と L-100 という2台のハモンドオルガンを ステージで使っており、軽量な型の L-100 の出力に、ハイワット射程のギターアンプを使用して破壊的なイメージのサウンドを出した。当時のハモンドオルガンのトーンホイールという機械上の構造を活用し、ステージで L-100 を大きく揺らしたり倒したりして、スプリングリバーブを鳴らし、アンプに近づけてフィードバックのノイズを出した。 この様子と鍵盤の間にナイフを突き立てるという演出が合体し、エマーソン独特のステージアクションが出来上がった。また、レイクがギターを担当する場合には、エマーソンが片手でベースパートを受け持つことによって、ベースの領域をカバーしている。エルプおよびザナイスの影響により、多くのキーボードトリオ編成のバンドが誕生している。トレース、トリアンビラーとトリトナス、トリップで、 オルメ、エッグ、クォーターマス、レフュージー、UK、タガバンド、デジャブ、ソシアルテンション、アルスノバ、ジェラルド、センスオブワンダー、など。オルガンの使用方法に加えて、エルプのサウンドの特徴となったのが、モーグシンセサイザーである。エルプの結成にあたり、モーグシンセサイザーを導入して、表現領域を拡大しようと提案したのはレイクで。 オーケストラの導入を主張していたエマーソンは当初は懐疑的であった。この時、イギリスでインターナショナルオーディオミュージックフェアというイベントが開催されており、モーグもいくつかの機種を出品していた。レイクに連れられる形で会場に出向いたエマーソンは、そこでモーグの開発者であるロバート・モーグと出会う。この頃の事情についてエマーソンは、 ハモンドオルガンの良さやピアノの繊細さは大事だが、1万人の観客の心を一瞬でつかむためには、もっと劇的で、驚異的なサウンドを持つ楽器が必要であった。その点、モーグは圧倒的な威力を持っていると発言をしている。モーグに接続したリボンコントローラーの使用も、エマーソンのライブでの演出の大きな目玉となっていた。 エルプを結成する直前の1970年3月9日、エマーソンはオーケストラとの共演でザナイスとしての最後のコンサートを行っている。エマーソンがモーグをステージで演奏したのはこの時が初めてとされている。エマーソンの派手なキーボードプレイに隠れてしまうことがあるが、レイクの多彩ぶりもエルプの存在において重要である。レイクのベースが ギターサウンドのフレーズを代用することも多く、後に8弦ベースを使用する際には、さらにその傾向が高まった。さらにライブでは、ベースラインをエマーソンのモーグに任せ、レイクがエレキギターを弾くこともあった。レイクがラッキーマン、スティルユーターンミーオンなどのアコースティックギターでの弾き語りを行う場合は、他の二人がバックに回るという演奏形態をとる。ライブにおいては、 二人のバックがなく、ソロでアコースティックギターを弾きながら歌う場合もある。エマーソンの攻撃的な演奏の間に、レイクのアコースティックな曲が流れるのは、アルバムにおいても、ライブにおいても、それは一服の清涼剤のような存在になっている。パーマーは、非常に凝ったドラムセットを開発し、背後に二つの巨大なドラ、頭上に金がぶら下げてあり、両手でドラを叩きながら、 口で紐を引いて鐘を鳴らすというパフォーマンスが可能であった。さらには、セット全体が回転し、フラッシュライトが点灯する。そして、タムタムからのトリガーが発することができるモーブを使い、電子音を鳴らすことも可能にしていた。クラシック音楽以外も一部を例外として含む。ありがとうございます。